はい、どうも皆さん、ケジオです。ポケットモンスターシールド実況プレイ次からやっていきたいと思います。前回はターフタウンに着きまして、でジムバトル挑もうと思ったら、まあなんか順番待ちで受けれないみたいで、で何すんのかなと思ったら、ソニアちゃんが丘の方に来いということで、今からワンパチが案内して丘の上に行くみたいな感じなんですかね。じゃあ早速ワンパチについていきましょうか。あ、それと録画外で、レベル上げてて1人というか1匹ね、仲間が増えましたね。はい、こちらですね。はい、マホミルことヤクルトです。はい、まあフェアリータイプでしたねこの子。貴重なフェアリータイプということで捕まえさせてもらいました。でこの前おったあのニャースなんですけど、あれ鋼なんすねあんなんわからんでしょ。炎効くから草かなとかなんか言ってたんですけど、鋼でしたねあいつ。でついていってと、ちょっとアイテムだけ、ほい行ってと。あ、おったわ。ありがとうワンパチ。てかワンパチの案内いる、あのチャンピオンの人はまあ迷子になるかもしれんけど、普通いらんよなこんな一本道まあありがとう。君の考えを聞きたくてわざわざ来てもらったんだけど、それやったらもうちょっと近所でできんかったこんなとこまで来やんくても。あの大きな地上絵一体何だと思う？ああ、この地上絵について聞きたかったんか。ああ、それじゃあここじゃないとあかんな。え？ああ、あのでも左上のやつがブラックナイトで、あの渦巻いてんの。でも右側のやつがどう見てもダイマックスよな。ま、ダイマックス？それもあるよね。大きくなったポケモンに見えるし。ただ3000年前の人が想像豊かでも見たことのないダイマックスを描けるのかな。あー、じゃあダイマックスは昔からあったってことなんちゃう？大昔、黒い渦がガラル地方を覆い巨大なポケモンが暴れ回った。ブラックナイトと呼ばれた黒い渦って何なの？ダイマックスとどんな関係？あ、でもダイマックスバトルするときなんか上の方に渦巻かんかったっけ。関係あんのちゃう？それを調べるのが私かおばあさまの宿題。重いな。貴重な意見に感謝。お礼にリーグカードあげるね。あ、はい、やろうかよソニアちゃんのはくれへんのな。てか他人のリーグカード勝手にあげてええもんなん。野郎さんは草タイプのジムリーダーだからね。燃やしたり虫や飛行タイプの技での攻撃が効くよ。燃やせるし虫もおるし飛行もおるで、まあいけるやろ。あとこれも、やっぱポケモンは元気でないとね。ありがとうほら、ターフスタジアムで思う存分戦いなよ。ありがとうワンパチこのイベント進めたら順番待ちがなくなっとんのかな、もう。そんなすぐに順番待ちなくなる？あなるほどな、こっち無理やんああ。見ろよケンチン、草ジムバッチバッチリもらったぞ。早いなお前まあウールーを扱わしたら俺は最強だからな。そんなに強いの君のウール
お前もジムリーダーに勝てる。だって俺のライバルだからな。うん、ていうか単純に僕の方が強いですからね。うん。まあ、ホップ君でも勝てたなら勝てるっしょ。そういう考え。うん。なんて？ちょっと見てみよう。エピソード？アルバム。これは背番号野菜かな。831で。うん。回転？あ、農家の息子。幼い頃からポケモンたちと共に仕事をすることで、筋力、体力だけでなく、ポケモントレーナーとしての才能が磨かれた。優しい性格のためか、強くない相手には本気を出し切れないため、ジムチャレンジで最初のジムを任されている。愛用のゴム長靴は踏ん張りが効いていいらしい。ああ、優しすぎる。優しすぎてちょっと、新米トレーナーには弱気でいってしまうんや。へえ。期待。あ、じゃあホップ君にも、ナメプでいったんかな。あ、出た。あ、フレンドボールって何？そんなんあったっけ？ありがとう。あ、服やあるやんと思ったけど、まあこの辺はまあ録画外ということで。ん？お、そうやで、私ですよ、私。こんにちは。あとこれなんかどうでもいいんですけど、こうやって回ってたらリザードンポーズできるんですよね。何の意味があんの？あ、ジムチャレンジャーですね。では手続きを行います。ジムチャレンジについて軽くおさらいしますね。ジムミッションをこなし、ジムリーダーに勝利して、ジムバッジを8つ集めます。あ、8個集めます。そう、ジムミッションって何？うん、ジムリーダーを、え？ジムミッションとは、ジムリーダーに挑む前にこなす腕試しみたいなものです。あー、じゃあ今までのジムみたいになんか挑戦者が何人かおるってことか。ポケモンジムによっていろんなジムミッションがありますよ。うん、よし、挑戦しようか早速。あ、じゃあ、あの白いやつな。はーい、ジムチャレンジです。あなたのベストを尽くしてください。お、いよいよ。てか、オース未来のチャンピオンっていうおじさんおらんくなったよな。うん、あー、 BGM は変わらんやな。でかいな。めっちゃウルオル。へえ、なんかすごいな。で、これは何？うん、ターフタウンポケモンジムでのジムミッションは、ウールーたちを、なるほど、なんかマリオパーティーとかでありそうなやつ。うんうんうん、あちらの牧草の塊、牧草ロールまで追い込みます。なるほど。ちなみに私はダンペイと言います。どっちダンペイかな。うん、レフェリーや試合結果の報告を担当しております。うん、スタート。え、もうこれ普通に何これ。結構簡単。あ、全員連れてこやなあかんのか。あ、結構言うこと聞いてくれるな。はい、オッケー。ああ、なるほど。これワンパチに当たったらあかんとかなんちゃう、多分。めっちゃ簡単。この男の人危ないけど。うん、オッケー。ぶっ飛ばす。これ向こうにおる人危ないよな。で、これは多分戦わんとあかんよな。うん、お、ようこそジムチャレンジャー。申し訳ないが、君を追い返すのが仕事なんです。あ、あれか、この人はジムチャレンジャーっていうより雇われてる人なんか。うん、ソータ。あ、姫かな。
うちのバズは強いぞ、そこそこ。スイバムでいけるかな、一発で。うん。ああ、よさげー。いいね。うん。オッケー。うん。ポケモンとの息もぴったりだ。めっちゃ笑顔。ああ、お金儲けくれる。ありがとう。よし。このワンパチなんなん？なんもない。あ、多分邪魔してくんねやろな、こいつ。うん。先にちょっと、ああ、ちゃうがや。トレーナー、倒そうと思ったけど、あ、もう、あいつ後。多分あいつが邪魔し、ああ、やっぱり逃げる。ああ、そういうことや。うん。まあでもなんか、ええ感じに行って、あと一匹やな。どこ行ったあいつ。ああ、なんか、めっちゃ隅っこの方に。よっ。サッカーしてるみたい。待ってくれ。行った。うん。オッケー。で、次か。まあ、トレーナーとは戦おうかな。うん。おったよな。よっ。うん、思いっきり技を放ってスッキリしたいんじゃないか。もうさっき、うん、結構思いっきり放ったんやけど。せいや、うん、つぼみね。お、2体持ってるな。スイバムして、うん、オッケー。うん。次。あ、謎の草いるんやな。研いで。うん。甘い香りとかにして。あー、一番めんどいのダルダルイングリッシュ。頼む。あーしゃー。てか、麻痺取っても先取れるんやな。オッケー。オッケー。うん。ワンパチの代わりにワンワンを。何を言ってんや、君は。そやな、ちょっと、麻痺だけ直しとくかな。うん、後で。ああミスった。あ、でも、なんかうまいこと言ったわ。トレーナー邪魔もあ、なんかここで最後っぽいな。ほい、やめてあ、でもまあ向こう行ったわ。こっちによして、あ、先この塊をやって、で、よしよしよし、オッケーオッケー。案外いけるな、普通に。イエーイ。これ最後ちゃう。ああ、帰ってった。うん。最後やな。今の俵でやろう。やられたんちゃう。お姉さん。お尻がセクシーなお姉さん。よし。ジムリーダー目の前。だけど戦えるとは限らない。そうなん？あー、いいね、かわいいね、この子。こういう目好きよ。うん。甘かじな。なんかもうバズだけでいけそうやな、このジム。水盤時はもう終わるでな。オッケー。うん。お、上がった。挑発か。あーん、まだいらんかな、こういうのは。うん。謎の草。乱れ突きしとこうかな。もしかしたら倒せるかも。
知れないんでね、無理かな。うん、まあまあまあ、よさげ。あ、妖怪駅こんな色やったっけ。え、あ、防御力か。あ、特防下がんねや。うん、まあ関係ないな。オッケー。うん、よし、はい、次はジムリーダーね。うん、そうです。まあまあまあ問題ないな、そんなに。あ、あ、そっか、ワンパチ2人いたでか。ゴーゴー。ここ登って、もうジムかな、ジムというかジムリーダーか。あ、こういう感じなんや。ちょっと食らったし、やっぱり吉田くんでいこうかな。うん、この技と虫技持ってるから効果的にいけるやと、いけるやろうと思うし。イエーイ、これでやっと戦えるって感じか。うん、お、ついにピッチに立てるわけや。おお、めっちゃアウェーやな。そらそうか。てか、そのポケモンホルダーなんかすごいな。てか、6匹持ってんの、ポケモン。多いな。うんうん。僕のポケモンジムは初めてのジムなので、次々にチャレンジャーが来るのです。ですから、ジムミッションも割と厳しめにしとるのですが。そうかな。ケンチンさんはちゃんとジムミッションをクリア。さすがの一言だわ。なんかちょっと田舎なんかな。君はポケモンへの理解がとても深いんだな。これは手強い勝負になる。僕もダイマックスを使わねば。お、やろう。あ、そういう感じで始まるのな、なんかさっと。うん、オッケー、任せろ。あ、見たいやん。うん、吉田な。まあ、うちの吉田くんはダイマックスできるんでね。ん、うん、はいはい。あ、ターン決まってんねや。あー、じゃあ、非面下にはいいかな。虫食いして。うん。ほら、強い。もう終わるぞ、これ。ええんか？うん。うお、僕たちは粘る。農業は粘る腰なんじゃ。綿頭？あ、さっきのやつの進化後か、これ。なんか、まあ、ダイマックスのダイバーンでも使っとこうか。うん。強そうやし。まあ、3ターンありゃ倒せるやろ。はい、でかい。あ、口そこにあったんや。知らんかったわ。うん。お、そっちも使う？さあ、ダイマックスだ。根こそぎ刈り取ってやる。お、あ、巨大マックスではないんやな、この子は。うん、声がすごい。あ、吉田の方が早いんや。あ、まあまあ、さすがにな。うん、死なんよな。うん、左ね。うん、ダイアタックノーマルか。うん、まあ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 、これ大盤110で、あ、これ終わるな多分。オッケー、お、綺麗。
はい、お疲れ。なんかあっさりやったな。爆発資産よーし、めっちゃ経験値くれた。あ、ジョロキア20と、うん、おヤクルトも OK と。おお、吉田強っ。あ、かわいい。草の力みんなしおれた。なんというジムチャレンジャーじゃ。せやな。焼き払って虫食いに会うたでな。うん、3200円。うんうん、おここで。ジョロキアが、多分さっきのやつちゃうかな、あの綿毛のやつ。ああ、そうやんな。おお、アフロになった、うん、ジョロキア要素なくなったな。前は、うん、あ、綿胞子か。そうね、どうしよう。高速スピン、どっちか忘れさせようかな。素早さ、綿胞子で素早さ下げるし、高速スピンええか。うん、オッケー。うん、お、勝った証しとして、おお、するんだわと。案外背低いんやな、手でっか。あ、そういう感じなんや、丸にするって感じなんや。あ、レベル25までのポケモンを捕まえるようになったと。8つ集めるのが超条件と。うん、調理を手にするんじゃ。うん、焼きたてジャパンみたいな喋り方。よーし、ありがとう。お、何くれんの。マジカルリーフって技マシンなんや。使いてー、これ。せやんな、絶対当たるやつやんな。お、マジで、あ、緑になれるんや、やった。ああ、何、アドバイス、ジムチャレンジは挑戦する順番が決まってるんだわ。だ、次水やんな、多分。バウタウンのルリナさん、5番道路を越えていく。草バッジを手に入れたならワイルドエリアに行くのもありだね。ふんふん、ポケモンよりはレベルが高いポケモンは捕まえるに手こずるだろうけど、強いポケモンを仲間にできるよと。ふんふん、そうやな、その辺でレベリングした方がいいかもな。うん、で、こっちですね、5番道路、早速進んでいきたいと。お、インタビュアーみたいな。はい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 。次がね、水なんですよね、多分。なんで、道義、ジョロキアもせっかく進化したし、使ってみようかな。あ、ジョロキアの技を、技教えで、まあ、あんまりあれなんですけど、木の葉を覚えさせましたね。はい。で、ダブルバトルかな、これ。ルビサファイアとダブルバトルやったんですよね、この。あ、ダブル来た。うん、突撃インタビュー。あなたを教えるにはポケモン勝負が一番ね、と。うんうん、お、カメラ越しに光って見えるさ。まあ、バッチリ撮ってくださいよ。うん。満ちてる。満ちてる。うん、満ちちゃってるな。あー、またなんか微妙な。どうしよう。葉っぱがあったら2人当たるよな。うん、で、どうしよう。あー、まあスパーク覚えたんですよね、この前。うん、取ってないとこで。先ギアルから倒す？ギアルって鋼単体でしたよね、確か。
葉っぱ買った。あ、エレキテルにはまあ効くよな。うん、うわドギマン意外と素早さ遅いんですよね。うん、急所か。あー命中下げられんの痛いな。あ、オッケー当たった。マヒレマヒレ、あー、いやギアルの締め付けるわもうやばいやろそれ。労災降りるやつやろそれ。指切れるぞそれ。うん、締め付けるね。さよなら。はい、オッケー。うんうん、上がらんかった。うん、オッケー。可能性の塊。うん、ちゃんと撮ってくれた？ビデオカメラで。あ、いたいた。あ、なんもないの？なんかルビサファやったらね、文字打ってそれがテレビに放送されるみたいなあったんやけど。うん、ちょっと一回ポケモンセンター行こう。で、なにここ、育て屋もしかして。お、ここにあるんかも。え、ちょっと今はいいです。そっか、源泉とかもあるもんな。なんか、うん、こんにちは。エレズンよエレズン。うんうん、はい。え、くれんの。おお、何エレズンって。うん、電気毒。あー、かぶるねタイプあ、そう、まあつけるか。うん、まあポイズンといったらやっぱソリマチですよね。どんなん。あー、素早さ低いんか。どうなん、強いのうん、まあしかレベル1か。まあ使わんかなソリマチ。うん、ズンズン。あ、経験編みな。はいはい。で、ああ、まあこの辺はまあ知ってるんで。なるほどな。あのソリマチなんか V6 とかやったりするんやろか。人からもらったやつやで。おお、いじめられてる。まあ、えっか。ジョロキア・ドギーマンで。うん。こんにちは。ヘイヘイヘイ！長いブリッジを渡るから、さっさと自転車をよこせよ。奪った自転車で、ジムチャレンジャーを追いかける。やっぱこいつら悪いやつやん。つまり、妨害してやるのさ。なんて無茶苦茶な。そもそも、あなたたちロトムを連れてないでしょ。そこのジムチャレンジャーさん、彼らは自転車泥棒です。私を助けると思って彼らをやっつけてください。自転車くれたらええよ自転車泥棒じゃないぞ。借りてジムチャレンジャーを追いかける&疲れさせる。タッチ悪い。うん、お前はポケモン勝負でボコボコにして邪魔してやる。まあやれるもんならやってみてくださいよ。下っ端やろ。うん、ミズグザグマね。ドロッキアどうしよっかな。ほい、よっす。うんうん、で、あ、レベル上がったな。チョメチョメとヨシダと。オッケー。は？あ、これスネークの進化版か。素早さ高そう。あー、バックアウト。これ強いんよな。そうでもなかった。なんかダンディーな、ダンディーっていうか、なんかヒゲ生えてるな。うん、まあ葉っぱカッター、はい。急所当たって、あ、石化ね。うん、あー、もうなんでこっちが急所当たんねん葉っぱカッター当たりやすいんちゃうんかい。あ、来た、イエーイいいですね。よし、お、ヤクルト。ヤクルトもうちょい育てたいな。うん、二重ちょいにはしたい。うん、邪魔しやんといてくれというか、応援するだけにして。エール団っていうんやで。邪魔をする邪魔することを邪魔された。
俺は自転車が欲しいんだ、邪魔するな、マリーちゃんに言いつけるぞこういうことするとマリーちゃん怒るやろ。闇ラミ、ああ闇ラミか、おお、なるほどな。確かルビサワの時はね、効果抜群がなかったんですよね、闇ラミって。最近になってなんか何かが効果抜群になったんですよね、覚えてないけど。うわっ、うわー、マジだるいだるい僕のルールでこれはきつい。あーあー僕の縛りでね、もう金縛りとか終わりっすよ、最悪だるいって。もうお前も同じ技使うな、くっそ歌うしかない。てか闇ラミって不眠やったっけ、なんかそんな感じがする。うん、素早さ下げても意味ないしな、やばいぞこれ。あーこれ、あー溶けた、よっしゃ、強みしてあげる。うん、いけ、急車当てろ、はい完璧。危な金縛りがきついな。うん、オッケー。電車が気になってなければお前に負けるかよ。うん、多分どっちみち勝ててないと思うけど、前でさっさと消えてください。はい、あの人が勝ち上がれない、もっともっと困らせるぞ。マリーちゃんは多分そんなことしていらんと思うけど、うん、あなた素晴らしいです。それにポケモン図鑑をお持ちならロトムもいるわけですね。よろしい、エール弾なんかに奪われるならあなたに、おお、ありがとう。うんモーターがついている機械になって、うん、あロトムが自転車なんや、はあうん、はい、乗ります乗ります、やった。うん、まあマッハ自転車みたいな、うん、プラスかマイナス、はい、そんだけ。あ、服も着替える、わすげえ早っ、へえ、まあじゃあポケセン行こう。そうなんや、あまさか、おー教えてくれるんやちゃんと。愛ってウールーよな多分最初、ウールーどうしよう、ジョロキアいける、このタイプでいった方がいいけど、多分今日はこいつと戦って終わろうかな。じゃあはい、うん、はい、じゃあ僕の経験値となってください、バシッと。はい、どうですかホップ君、強くなった。うん、ポケモンの数は変わってない、実力とやらを見せてもらおうか。うん、どうや、うん、ぶつけてみろと。あー強なってるな、そっかそっか、パッパッ、じゃあ葉っぱ買った。はい、なんか見た目似てんな、あーいいねいいねいいね、うん、手やろ、やばいやろ、手当たりな、ほい、食らわぬ。うーん、木の葉、あでも相手猿乗りやな、進化してるよな多分。うわー長引きそう、やらかしたな。ジョロキア、オッケーで、ちょめちょめも上がる、おいいね不意打ち、攻撃技じゃないと失敗するのか、どうしよっかな、ミステッポ、締め付けるかな。うん、はたくはなんだかんだで使うからなあれ。 OK、 青ガラスか、うん、まあ葉っぱ買った、
生飛行やもんな相手。ついばむちゃうんかい。おお、5回当ててきたの。1回綿報酬っとこうか。うん、ほい。うわ、来た。あー、やられるか。あー、まだ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 。このぐらいの相性は覚えといて当たり前やろ。ねえ、葉っぱかったな。急所当ててほしい。うわ、次で決めに来るか。どうしよう。まあ、この葉、あー、打った、まあ、いっか、この葉で。うん。ほい。なんでやねん。ついばむせいや。せい。急所ちゃう。あー、うん、つつく。まあ、しゃあない。はい。相手が次猿乗りのやつやから、まあ吉田でいいか。うん、よし。うん、で、まあ火炎車、ほい。どんなもん。あー、よさげ。あー、最高。大丈夫大丈夫大丈夫。よし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 。あー、まあこれで、噛みついてと。よさげ。はい。だ、次にいるポケモンのことも考えなあかんもんな、勝ち抜き戦やで。うん、はい。慌てちゃいけないんだぞと。あ、違うやん、相手。なんで俺猿のんやと思ってたんやろ。間違えたわ。やっぱもうなんか、うわー、二度蹴りか。やっぱライバルっていうのは自分より有利なやつ持ってると思ってたわ。忘れてた。うわー、どうしよう。お、火の粉？ニトロチャージになってる。あー、これやられたかな。あー、うわー、だるいわ。そうやな、ミスったの。何を考えてたんや俺は一体。あー、まあそやな、もうここはちょめちょめで決めるしかないか。うん、うわー、やらかしやなこれ。普通に忘れてたわ。うん、まあニトロチャージで、まあ効かんと。これで終わりかな。ほい。はい、お疲れ。うん、そやな、まあやっぱ強なってたな。うん、オッケー。よし、うん、俺のが強いですね。ちょっとミスはあったけど。まあ、ミスしても勝てるっちゅうことや。うん、頑張って。ああ、ありがとう。うん、でも君大丈夫、次水タイプやで。あのヒバニーの使えへんで。これもマチかな。あ、落ちてる落ちてる。よし、ゲッチュ。体力な、待ちやと嬉しいな。あ、あー、待ちじゃない、もう帰ろ。はい、ということで、まあ、ターフター戻ってきて回復させましたね。んー、じゃあということで今回はここまでですね。なんかあんま見どころなかったんですけど、まあ半分ぐらいまでいったんかな。
多分この辺まで行って、で次でこのバウタウンに行って、まあ、ジム挑めたらいいかなって思います。お楽しみに。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。